ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をお招きして、5つのキーワードをもとにしてその方の人生哲学に迫っていきたいと思っています。今回のゲストは僕の高校の先輩でもあります建築家の瀬島和也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とにかく面白いと思うことを何でもやりなさい。能力を鍛えなきゃいけないっていうより、もうただ建築の設計っていうのは面白いっていうことまではどん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 こう膨らんでったんですけど、分かってないっていうことすら分からなくて、とにかく飛び込んだ考えることっていうのを実際のものにしていく。で、実際のものにして、ものが良ければいいだろうっていうだけじゃなくて、ものがまたもう一回その考えたことについて何かをこう言えるかっていう、やっぱ自分たちが生まれて生きてきた時代にどういう街を作ったか。ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をお招きして、5つのキーワードをもとにしてその方の人生哲学に迫っていきたいと思っています。今回のゲストは僕の高校の先輩でもあります建築家の瀬島和也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。瀬島さんは1987年に瀬島和也建築設計事務所を設立して独立後、95年には西沢立衛さんとともに建築ユニットサーナを設立、2010年には日本人初となるベネチエベンナーレ国際建築展のディレクターに選ばれました。金沢21世紀美術館やルーブル美術館ランス別館などを手掛け、建築界のノーベル賞と称されるプリツカー賞をはじめ、数々の国内外の建築賞を受賞されています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。一つ目のキーワードであります能力開発に関してお伺いしたいと思っています。瀬島さんが自らの能力をどういう形で鍛えられたのか、向上されたのかを伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、こういう機会いただきまして、改めて自分でも振り返ってみたんですが、やっぱり一番最初はひょんなことからというか、日本女子大学の住居学科というところに入りまして、でそしてそこでお会いしたのが高橋光子先生という私の最初 の、 恩師にあたる方です。でその方がとにかく面白いと思うことを何でもやりなさいと、いうので、今から考えると面白いと思わないことももうちょっと我慢して勉強すべきだったんですが、とにかく面白いと思うところに、もういろんなところにこう行って、それが自分にとっての一番最初の広がりだったんですね。で、それからそういうふうにやってった結果、滝浩二さんっていう方が、もともと写真と評論家の方でしょうけども、皆さんご存知だと思いますけど、写真撮ってらした建築がすごい興味を持って、それからとにかくその滝さんのところを訪ねていって、その時は東京造形大で教えてらしたんですね、八王子の方に。でそこのゼミに入れてもらったり、講義を聞いたり、だから造形大にも 2,3 年通ってましたね。でそんなことで、とにかく面白いと思うのを見に行ったり聞きに行ったりしてるうちに、私のその次の師匠というか、大学卒業して、今でもあれですけど、伊藤豊さん の、 ところに、巡り合うことができたっていうことですね。で、もともと大学2年生の時に伊藤さんが作られたものを雑誌で見て、すごく感銘を受けて、アルバイトをさせてもらうチャンスができ、それが終わったところで、とにかく伊藤さんその頃仕事なくてですね、もうスタッフも4人ぐらいしかいらっしゃらなかった。でもとにかく入れてもらえませんか、入れてもらえませんかってお願いしまして、なんか入れていただいたというふうなとこから始まりました。その時に自分の能力を鍛えなくちゃならないと思われたこと、どういった面に関して努力をされたってありますか？いや、もう能力を鍛えなきゃいけないっていうより、もう
ただ建築の設計っていうのは面白いっていうことまではどん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 こう膨らんでったんですけど、はい、まあ、何にも具体的にはできないわけなので、はい、とにかく自分があのいいなと思う建築を作られてる方のもとで、はい、まあ、あの何でもいいからもう身につけた、まあ、全く分かんないですね、はい、プロセスがどういうふうな手順を飛んで作っていくかとか、はいはいはい、分かってないっていうことすら分からなくてとにかく飛び込んだと。でそこの中で、うん、あこうやって実物、まあ、考えたことをどう図面にするか、うん、でも図面にしたのが実際にどうやって3次元のものになるかっていうようなことをまあ教えていただくというかね、うん、訓練していただく。ということはもう弟子入りみたいな形で。ほとんどまあそういう感じですね。もう新米としてどこから何でもかんでも、何でもかんでも吸収していきながらっていう形ですね。で吸収してそれからやっと一人前になるまでにどこからの時間かかったんですか。それがですね、それで1万円2万円になったかどうかはともかくとしてあの、まあ、6私は大学院の頃から伊藤さんとかまた行かせていただいたんですけど、正式には、はい、あの卒業してから30歳までなので、はい、6年間、はい、あの在籍させていただいたんですね、はい、で、まあ、一応その間は相当伊藤さんにいろいろ怒られたりもう散々あれだったんですが、はい、最後やってる現場であんまり怒られなかったからじゃあこれでちょっとやめようってまあただ結局ですね、うん、伊藤さんから言わすとえってやっと使えるようになってきたと思ったらだからもう中退中退って言われてたんですがその私が若い頃、はい、割とちっちゃなそのアトリエ事務所って呼ばれたところは住宅やなんかをこう少しずつ作ってるのがまあ典型的だと。なるほど。そうすると、うん、まあなんか30ぐらいになるとそろそろ一人でやりますと、うん、でなるほど。事務所の方も 1,2 年目は上の人に教えてもらう、はい、3,4 年目はなんとなく自分一人でやる、はい、で 5,6 年目は今度一人ちゃんと教えてくださいよと。そうですか。ざっくばらに大雑把に言うとね、うん、そんな感じだったんですよね、うん、なるほど。ということで6年間かけて、まあ、新米から始まって、はいはい、それからあの数多くのことを吸収して空間のものを例えば平面図面に設定していくプロセス、うん、あるいは建築まで完成するまでプロセスを全て関与されて、はい、でそして、まあ、あの上司がいてそして、まあ、一人でやって部下をもいるというプロセスを全て経てきたということですね。一応そうですね。で一方私があの拝見していてすごくその興味を持ったのがクリエイティビティですよね、はい、あの独創的なその、まあ、あの建築空間あるいは建築を作り上げていく力っていうのはどういうプロセスで育まれていったのかちょっとお伺いしたいんですが、まあでも今でもずっとそのやっぱり公園みたいな、はい、いろんな人が一緒にいる場所がいいなっていうふうに思ったりするのはもう育まれていったかどうかわからないけど、ちっちゃい頃からあの日立でね、はい、あの原っぱで、はい、あのみんなで遊び歩いてた経験とか、うん、いろんなことはストックになってると思いますね。なるほど。やっぱり頭でいろいろこう考える構想っていうのはやっぱりどっか自分の体で経験してきたことの積み重ね、うん、それとも関係してますよね、うん、まあ、小さい頃日立の団地の中で、団地で空き地の原っぱで原っぱでみんなが集まって、はい、そうですね、集う空間の経験とか、そうですね、まあ、ちょうどその高度成長期時代に、はい、あの育ったから同級生もいっぱいいたんですね、はい、だからなんやかんやみんなで駆け回って遊んでましたね。なるほど。あるいはファッションにご興味があったって話も伺って、そうですね、世界人形とか、そうですね、そうだからいろんなことやっぱり、まあ、あの社宅っていうのは閉じてる場所ではあるんですけど、まあ、片方で、はい、あの全国各地から、はい、あの来てそこで働いてるご両親の、はい、だから、うん、まあいろんな価値観もあったかもしれないですね。あの方言も混じってましたからね茨城弁じゃなくていろんな方言がこうその中で混じってそうだってそういったそのやはり、まあ、建築家としての全人格的なその、まあ、生涯における原風景原体験の中から培ってきたものが実際の建築としての作品としてまあ、紹介して実現してると、まあ、関係あるところもあると思いますね、やっぱりね。一方よくこう見てると常識を覆すような発想のものを出してくるんですが、うん、どういった発想から生まれてくるのかなってすごく関心を持って見てたんですが、そうそう、だけどそれも常識っていうかとにかく自分があのまずね一人でやり始めた時に、はい、うん、例えば住宅はこういうものですよっていう風な、はい、あのことよりも
どういうとこに自分が住みたいかとかね、はいはいはい、ここだったらどう本当は例えば当然光は南から入りますよとだけどここだったら景色がこっちがいいから南からも入れなきゃいけないけどやっぱりこっちだねとか、うん、なんか一つ一つねその、うん、そういう意味ではまあ常識もしかしたらそっちの方が普通に考えればそうかもねっていうところから作ってたような気もしますね、うんまあ、私は勝手に瀬島さんと似たような境遇で育ってきたと思ってる人間で私も団地で育ったんですが、はいまあ、高校もね非常に自由な校風だったから、はいそうですね、あのその自由奔放な校風の中でもう自由形になってそれから、まあ、あの先生の意見からこう、はい、好きなことやりなさいっていうことで始まって、はいはい、その中でこう、まあ、おそらくゼロベースで物事を考えながら待てよっていうことの中から独創的な発想が生まれてくるのかなって、うん、勝手に想像しました。そうそうだからあんまりただただ好きなことやってたからそのそういう意味では勤め出してからは、はい、あの本当に大変でしたね。あそうですか。あのだからうん、好きなことをやるっていうこととそれをちゃんとどうやって責任持てるのかっていうそのバランスみたいな、はいはい、だから伊藤さんのところではやっぱりその、はい、口ばっかりだってなったりで今度口ばっかりだっていうから黙っちゃうとだってディスカッションしてるのなんでお前黙ってるんだみたいなそこがやっぱり喋ることとどれだけ自分がその喋ったことについて何かこう、うん、あの示せるかっていう、はいそのバランスですよね、はい、なるほどっていうのと、うん、それからやっぱりなんか世の中でどういうふうにあの責任を持ってやっていくかっていう訓練みたいな、はいうん、なるほどそれがやっぱりあの私はあんまり得意じゃなかったっていうかできてなかった、うん、だからそこでそういうどういうふうにやっていって作っていくかっていうこうプロセスをですね、はい、ずっと習いました、ね